はいどうも、メダカッキーです。本日はビオトープのメダカはなぜいなくなるのかについてお話ししていきたいと思います。はい、まあ外の飼育の話なんで季節外れではあるんですけど、皆さんね、もううずうずしてるでしょ。メダカ釣したいってうずうずしてると思うんですよ。ビニールハウスなんかで飼育されてるある方はですね、もうガシガシ今あの時期からもうやられてると思うんですけど、外飼育の僕らとしてはですね、はい、まだまだ寒いなといった感じなんですけど、もうあと半月ぐらいするとですね、はい、メダカ釣したいのでメダカをよく覗きます。そしたらビオトープのメダカがなぜか減ってると、お気に入りのあの子がいないみたいな、なんでだってなるわけですよ。なんて日だってなるわけですよね。はい、まあこれがですね、ベアタンク何も入ってない、ただ水だけ張ってメダカを飼育してある方だったら、まあ冬の間に死んでるのを見つけたとかですね、あと鳥に襲われてたから、怪我してたからそれが元でとかね、病気したんで隔離したとかね、何かしら分かるんですけど、ビオトープっていろんなもの入れてるわけじゃないですか。まあ砂利引いてそこに植物植えたり、なんか物入れたりレイアウトするんで、魚が減ってるのが分かりにくかったりするわけですよ。はい、でっかいビオトープをされてる方とかはね、特にいなくなってるのが分からなかったりすると思うんですね。浮いてきたみたいな。でこれ今映してるのはあのプールなんですけど、はい、Amazon で売ってある、はい、あのプールですね。これはね3メーターないぐらいの形だと思います。一番大きいやつから一回り二回りちっちゃいタイプかな、270×150 だったかな。まあ結構な水量が入る、はい、プールなんですけど、ここに私ですね、まあメダカのラメメダカだけ放してるんですよ。はい、ラメメダカって言っていただいたものを入れてるんですけど、まあ今で言うところの、まあ、夜桜じゃないんすよね。夜桜と黒ラメの混じったようなやつなんですけど、結構綺麗なメダカさんが出るので、まあ自由に繁殖していただいてる感じですね。はい毎年だいたい10ペアぐらいペッて入れるんですよ。この中にペッて入れとくと勝手に増えてるわけですね。でその中からこういくらかめぼしいものを、すくって、はい、まあ、別の容器に入れるんですけど、今年はえらく減ってると、全然増えないと、なんでだっていう話なんですけど、なんでだってなってたら多分この人たちのせいですね。はい、野豪という、うわ、はい、いつもですね、あの野豪なんてね、いくらでも外で飼育してたら入るわけですよ。どうってことないわけですよ、野豪なんて。全然糸とんぼの野豪なんていくらでも入ってますよね。全然気にならないんすけど、はい、これ多分銀ヤンマの野豪なんすけど、こいつら別格っすね。はい、こいつら別格。なんでこの子たちがね、あの野豪がいるかっていうと、いつもはですね、僕ここのプール熱くならないように上に薄い寒冷舎をしてるんですよ。まあ寒冷舎、遮光ネットですね。寒冷舎じゃないな、遮光ネットの薄いやつしてます。 50% とかそれぐらいかな。とにかくね、遮光率が、低いやつ。はい、まあ水量があるのでそんなに夏でも暑くならないんですけど、今年ね破けちゃってしてなかったんですよね。で深さもあるんで、まあ動物なんかに襲われることはないからと思って放置してたんですよ。そしたらいつもみたいに群栄しないなと思ってはいたんですけど、まあそんなに気にせずにこう見てて、まあ今のねこの冬も春になりかけてると思うんですけど、まあ、プールを見るわけですよ。そしたらね、なんか割と大きいやつは泳いでるんですよ。
まあ、割と大きいやつって要は親に使ったやつらですねは泳いでるんだけど、いつもだったらですね若魚からちょっとでかくなったぐらいの中くらいのやつらが結構泳いでるはずなんですよ。その子たちがいない。で、一回りちっちゃい稚魚は超えてる、若魚まで行ってないぐらいのやつらはいるんですよ。ただ中くらいの今年の春から採卵できますサイズがほとんどいない。なんでだと思って、まあ冬なんであんまりね、まあこういじりたくなかったんすけど、網でザーッとねそこをさらったんすよ。ガーってさらったら一度であの量取れました。あーお前らかと。いつもはトンボそんなにねヤゴ入ってないんすよ。やっぱり、まあ、1枚ですね、はい、遮光ネットをしてることによってトンボたちが入りにくかったんですよね。それでもね糸トンボとかのヤゴは入ってたんすよね、はい、あとちっちゃいトンボのヤゴは入ってたんすけど、今回は遮光ネットしてなかったことによってバシバシ産んだんでしょうね、はい、マジでねメダカがね食べられてましたね。ヤゴなんてどうってことねえよとか言ってましたけど、まあやっぱヤンマ系のヤゴは狩りますね。この人たちは本当に本当にハンターやばい、もう本当にねいつもになくいなくなってたんでびっくりしました。だから季節の途中でまあこうそこをさらったりすればよかったんですよね。それをしてないからバシバシ増えてるんでしょうね。で共食いされたような跡もあったんで、もうメダカは食べれないから共食いしてたんだと思うんですけど、でなんで中くらいのメダカが減ってたかって話です。はい、ね、ちっちゃいやつが取りやすそうじゃないですか。ここまででかくなるヤンマ系のヤゴってまあハンターなんで、ちっちゃいの取らないで大きいの取るわけですよ。だからね中くらいのやつらがいなかったっていうことだと思います。はい、で大量にね増えてましたからね、もうどうするよっていうぐらいね、はい、増えてました。まあ他にもねいなくなってる理由いろいろあると思うんですけど、まあビオトープなんで水とかあんまり変えないで、そのまま足し水ばっかりしてるから水が悪くなってたから死んでたとかね、あとは生き物小動物とか鳥とかその辺に取られてたけど、まあ取られたのが気づかなかったとかいうことなんだと思うんですけど、はい、割とね水が悪くなって死んでるっていうこと結構あると思います。気づきにくいんでですね、まあ、仕方ないんですけど、はい、このミニホテイアオイの多分根っことかにめっちゃついてるんでしょうね。まだ確認してないっすけど、もう怖くなって確認できないっすけどね、ブワーってすくっただけであの量取れましたからね。はあ、もうどうするよって話っすよ。もう超初心者みたいなこと言ってますけどね、トンボなんてみたいなトンボなんてもうそんなもんはもう脅威でもなんでもねえわみたいな、ヤゴなんてどうってことねえわと思ってたら、やっぱり放置するとこんなことなるんすね。はい、どうしようかねこのヤゴね、本当にどうしますね。もう次回はそうですね、次回の動画はあの増えすぎたヤゴを、はい、メダカの仇を取るためにメダカキーが食べてみたみたいなね、はい、別にねヤゴなんてね別に食べるのとかもうそんなもう当の昔にやってきたことですからね、もうそんなもんもう20代の時にもう卒業したよってレベルの話ですけど、はい、まあヤゴ食べれるんですけどね、ヤゴ食べれるんですけど、わざわざそんな食べる動画需要ないでしょ。もうねすごい食べる人いるじゃないですか夜食ハンターが夜食ハンターの親のみたいな人がいるじゃないですかもうあの方に任せとけばいいんでしょうけどね、ね、食べて駆除してやるみたいなね、それぐらい思ってしまうぐらいヤゴが増えてたといったお話でした。皆さんもねリセットするときにしっかりヤゴはヤゴはっていうかヤンマ系のヤゴは見てた方がいいと思います。こいつらは本当にハンターですといったお話でした。それではメダカッキーでした。バイバイ。